競泳アジア大会メダル5つの坂井五輪へ意気込み埼玉わらび。夏のジャカルタアジア大会の競泳女子で5つのメダルを獲得した高校2年生坂井夏実選手が高校がある埼玉県わらび市の市役所を訪れ東京オリンピックに向けた意気込みを語りました。高校2年生の坂井夏実選手は今年8月に行われたジャカルタアジア大会競泳の女子100メートル背泳ぎで金メダルを獲得するなど3つの金メダルを含む5つのメダルを獲得しました。坂井選手は16日、蕨市役所に来光秀夫市長を訪ね、アジア大会は自信を持って臨めたので、それが結果につながりました。目標だった個人のメダルを取ることができてよかったです、と述べました。坂井選手はリオデジャネイロオリンピックの競泳で20年ぶりに中学生として代表に選ばれ、東京大会での活躍が期待されています。坂井選手は世界と比べるとまだまだ届いてない部分があるので東京オリンピックまでに詰めていきたいと意気込みを語りました。